お茶っていっぱい体に効果があるのが、農薬いっぱい振ることによってちょっと存在意義がもう変わっちゃってるじゃないですか。600年前この地でお茶が始まって、500年ぐらいはずっと昔ながらのやり方で、昔の人たちは知ってる、でずっと守ってこられてる、だからその昔のやり方でこれからまた絶対来るって思って、お茶も植物で生き物だから、そのバイブレーションとかで変わるっていうのは僕信じてて、僕たちが聞いて気持ちいいって思うと植物も気持ちいいはずだろうし。その大公園っていう、そのもう50年無農薬でやってる農家さんと出会って、でその人に教えてもらってやってるんですけど、あの堆肥を自分で作ってるんですよ。無農薬もそういうお茶、硫黄いらないね、窒素型する必要もなんもない、ずっと堆肥を入れ続けていくことによってお茶の生理作用がものすごいようになっていく、まあ、キノコの廃菌症だったり竹くずだったり、あの、まあ、もみ殻とか米ぬかとか集めて、でそれを自分でこう発酵させて、切り返し切り返し発酵させて、それだけを上げてるんですね。そういうことをやれば、どんな時代が来ても絶対ブレない、振り回されない。農薬は売るのが大変で、今のところ儲かる商売ではないけど、間違いないことをやりたい。やっぱ手が加われば加わるだけ特別な味はするはずです、きっと。もうここでお茶作って、これをみんなに飲んでもらう、それで循環していけば勝手にこの産業は復活していく、声が聞こえる、これがやる気になる、もっといいものを作ろうっていう、そういう気持ちの循環も生まれると思います。愛と光をもっきり込めて茶葉様たちに奉納させていただいて、いやもう本当みんないろんな人の愛が詰まった徳島ティー、完全オーガニック自然栽培、もう昨日もね飲ましてもらってめっちゃ美味しかったです。もうこれが本当のお茶だっていうの、もう愛のお茶を皆さんもぜひ本当飲んでいただきたいですね。これを体験して、またそのそこから溢れる喜びで世界に届けていきましょう。ありがとう。